横浜ニューテアトルは横浜市中区伊勢崎町にあった映画館である若葉町のシネマジャックベティ長者町の横浜シネマリンと共に伊勢崎町周辺で営業を続けたミニシアターの一つ1955年4月20日東京テアトルの直営館テアトル横浜としてオープン開館公演はアルフレッド・ヒッチコック監督によるアメリカ映画ダイヤル、M ・エムを回せ であった。1972年7月、現在の代表の先代が経営を引き継いだ際に、横浜ニューテアトルに、館名を改め、洋画の日本立工業を行う小築系二番館となった。最盛期の伊勢崎町には、小築系の映画館が5館あり、本館は主に陶劇系の作品を上映したが、小築セントラルの閉館に伴い、陶劇が、 東急洋画系の作品を扱うようになった頃からは、ドキュメンタリー映画、スーパーサイズミーを上映するなど、個性的なラインナップに舵を切った。オーナーの健康上の理由等により、2018年6月1日をもって営業を終了した。最終上映は、横浜メリー。2000年代以降、数々の個性的なドキュメンタリー映画を上映したことが特筆される。 伊勢崎町の伝説の娼婦メリーさんの反省を描いた2006年公開の横浜メリーは話題作となり劇場の外まで列ができた。2008年公開の安国安国はポスターによる上映告知がされると外戦右翼の抗議行動が起き上映断念を余儀なくされた。捕鯨問題をテーマにした座交部上映時にも反対する団体による抗議行動が行われたが 上映を支持する市民の動きもあり、限界体制の中で上映が実施された。アニメーション監督の片淵主治家は、本館との関わりが深く、2018年の閉館に、際したお別れ、イベントとして、5月27日に、この世界の片隅に、毎毎進行と千年の魔法の上映と、舞台挨拶が行われた。館内駅方面から、伊勢崎モールを歩くと右手にある、 磯丸マル水産などが入るビルの地下に位置していた。映写装置は2014年4月にデジタル映写機が導入され、音響システムは SRDEX が採用されていた。ありがとうございます。